はい、こんにちは、山城と申します。さあ、今回からね、まあ、新シリーズとでも言いましょうか、我が家にあるね、変なものを紹介していこうというね、やつやっていこうと思います。まあね、なんやかんやってこの、ゴミ屋敷としてね、名高いこの、山田さんの家ね、山城さんの家なんですけど、まあとにかくね、ということはね、まあだいぶ整理はしましたけどね、あのここね、この部屋もういっぱいになりましたからね、物がもう歩けない状態でしたからね、その状態から比べるとだいぶとね、物は減ったんですよ。だいぶと減ったんですけどね、とはいえね、まだまだね、変なものがいっぱいあってね、まあよくね、いらんものを捨てろとかって言われるわけですよ。だけどね、まあ私の中では、いや、そんなね、いらないものなんていうものはね、捨てられない人間の典型的なやつですね。この世の中にね、意味のないものなんてないんだっていうね、ダメな発想の人間なんでね、ということでね、まあとりあえずね、どんなね、しょうもないものがあるかというかね、変なものがあるかというのをね、紹介していこうと思います。とりあえずね、1回目何しようかなと思ってね、ふっとね、見渡したらね、ちょうどいいところにあったんですね。これ変なものじゃないです。これはね、結構しっかりしたものでね、1回目に紹介するにはどうかなって思ったんですけどね。よっこいしょ。よいしょ。じゃじゃじゃーんってことでね、なぜかね、我が家にはですね、まあこれ板です、板ですけどね、ちょっと。なんとね、熊の置物があるんですね。これ札幌の熊の、木彫りの熊ですよね。はい、ってことでね、なぜかねこれがあるんですよ、我が家に。なんでかというと、まあこれおじいちゃんの、ね、遺品ではあるんですけどね、これね、っていうことでね、相当ね古いやつらしくてね、私もね、生まれた時にはね、私が生まれた時はもうね、おじいちゃん家にありましたからね、物心をついた時にはもう置いてあって、ちなみにこれの置物が置いてあるところの下の棚のところにいつも JR の時刻表がしまってあって、そのね時刻表をね見ながらね、ここ行きたいとかって言ってね、やってましたもんですけどね。そうそうそう、ですんでね、そんな思い出もあるやつなんですけど、いろいろありまして、なぜか我が家にね、結構我が家がね、その間取りが広くて余裕があるっていうのもあってね、いろいろと物を持ってきたっていうのもありましてね、まあその手のものがあるんですけどね。ということでね、私もずっと知らなかったんですけどね、これどれぐらいのやつなのかなと思うんで、こうやってね、置くときにね、ふとね、いろいろ見てたんですよ。そしたらね、これね、すごい、ここにね、足の裏にね、掘り物してあった。これは私ほんと最近は気づいてなかったんですけど。で、見てみたらこれ、わかります ?1964 ってなってるんですよね。これ多分掘った年ですよね。ってことは1964年ってことは、東京オリンピックの年ですよね。すごいですよね。だって今は2020年でしょ。ですから、56年前、あ、まあ、だからちょうどオリンピックとオリンピックの間ですもんね。うん、ということでね、実は相当立派なんですけどね、今のね、掘り物よりもね、なんか重たい気がしますよ。で、どうなのかな。で、これは、掘ってくれた方のあれがあるのかな。アイヌ、な、まあもうね、50年前のやつだから名前出しても大丈夫だ。アイヌ川村エベレさんとかって書いてありますね。そういうね、 お名前の方が彫っていただいたやつなのかな。ということでね、多分ね、これはね、結構ね、貴重なやつなんじゃないかなと思います。こんなものとかがなぜか我が家にはゴロゴロありますもんでね、いろいろとね、紹介できたらと思います。他にもね、特にね、多分この祖父の家からね、じいちゃん家からね、引き上げてきたものっていうのはね、結構ね、古いやつとかがね、戦前のやつ、戦前はないかな、戦後すぐとかのね、やつとかはね、どうもあるみたいなんでね、そのあたりとかね、あと他にもね、もっとね、オタク靴でね、しょうもないものとかいっぱいありますんでね、それもね、こう単発でポンポンポンとね、またね、取ってきたらと思いますのでね、よかったらね、ご視聴のほどね、よろしくお願いいたします。ということで、まあ、またチャンネル登録とかね、もしね、ちょっとでもね、ご興味いただければと思いますので、チャンネル登録や、高評価ボタンとかね、押していただければ、これ幸いというわけでございます。ということでね、この動画はね、とりあえず以上で締めさせていただきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。